ファルケンベリは、スウェーデンのハンランド県にある都市で、ファルケンベリ市の市長所在地である。人口は2万35人。エトラン川川口に位置し、2007年にブルーフラグビーチに認定されたシュレアストランがある。地名はスウェーデン語で、高の山という意味がある。町の名は13世紀初頭に、デンマーク王が築いたエトラン川東岸の取り出にちなむ。 当時デンマーク領だったハルッランド地方は高刈りで知られた。エトラン川以北はノルウェーとスウェーデンの間で支配が点々としたが、東岸のファルケンベリは市場町として発展し、1300年頃に教会が建てられた。郊外には14世紀から北方7年戦争までニーファルという町があった。は1434年、エンゲルブレクト・エンゲルブレクトの軍勢に、 滅ぼされた。遅くとも1558年までに市場を開く、権利を賜った。1645年のブレムセブルー条約で、ハランド地方は暫定的にスウェーデン領とされ、30年後のロスキレ条約で高級化された。デンマーク領時代から町は独自の貿易圏と裁判権の死守に努めた。工業化は、 国内の大部分と同じ19世紀後期から徐々に始まり、20世紀に入ると海水浴場として名を馳せた。スウェーデン西海岸の要衝に位置し、欧州ルート06号線と鉄道の西海岸線が通る。トルプ内市、スベンリュナ方面に県道1 5 5号線と道154号線が伸びる。 1890年代から1950年代まではファルケンベリ鉄道があった。路線バスは7路線がある。全国レベルのいくつかのスポーツクラブが本拠地としている。サッカーのファルケンベリ FF は1980年代後半以来国内2部のスーペルエッタンでプレーしている。卓球のファルケンベリ BTK は国内チャンピオンは愚か欧州選手権優勝も果たした強豪。 バレーボールでは、ファルケンベリ VBK が2000年代初頭に頭角を表し、2007年の全国選手権を制した。BK ファルカルナは、ボーリングの全国一部リーグ1 0年間続した。この他ゴルフインステントシュレアイフの各サッカークラブがある。ファルケンベリ FF は、ファスケンベリスタジアムを、ファルケンベリ VBK は、ファルケンベリスポーツセンターを本拠地にしている。 ありがとうございます。